こんにちは、カッサンです。この動画は AK2 級合格、偏差値60以上、共通テスト 80% 以上を目指す人に向けた動画です。毎週10個ずつ英単語の覚え方をアップしていきますので、面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日覚える単語はこの10個です。一瞬で脳にこびりつけていきますよ。レッツゴー。最初の単語はこちらです。テンパー気象。僕のね、友達の落合君っていうね、すごい普段は穏やかな優しいやつがいるんですけども、彼の頭はね、くるくるしてね、まあいわゆるテンパーだったんですね。で、僕が彼に、落合君でさ、テンパーやんなって何気なく軽く言ったんですよ。そしたら落合君が急にもうガラッと変わってね、誰がテンパや、テンパやない、くせ毛じゃって気性荒くなって怒り出したんですよ。テンパいじると気性荒くなる、テンパ気性を、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。運動、傷。はい、ここでいきなり問題です。運動したらつくものってなんだ。ん、なんだって。筋肉。そんなすぐつかないよ。自信。ついたらいいかもね。ファン。そのもつくかい。正解は傷です。運動したら傷がつく、運動、傷、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 depress、 憂鬱にさせる。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初の D は物価が下がる、デフレのデ、つまり下っていうことですね。そしてプレスはオスです。ある出来事が気持ちを下に押し下げる、それはテンションを下げるってことですね。つまりそれが憂鬱にさせるって意味です。 depress、 憂鬱にさせる、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 suppress、 抑える。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はサブメンバーの差と一緒で下という意味があります。そしてプレスは押すですね。これは込み上げてくる感情を下へとさーっと押し込めてるわけです。それで感情を抑えるっていう風になるわけですね。サプレス、抑える、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。オプレス、弾圧する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。 OP は方向を表す接頭図です。そしてプレスは押すですね。これは権力者が民衆の方に向かって押す、つまり圧力をかける、それが弾圧するとなるわけです。オプレス、弾圧する、はい、覚えた。はい、これで半分が終わりました。すごいです。あと残り半分覚えて、もっともっと賢くなりましょう。レッツゴー、頑張れ。続いての単語はこちらです。ラッシュ、急いでいく。これは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。通勤ラッシュって言いますよね。通勤ラッシュっていうのは、この通勤時の混雑状態のことですけども、みんな急いで行ってますよね。ラッシュ、急いでいく、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ウェイ、重さがある。これは知ってたよシリーズですよね。はい、ウェイトです。ウェイトは知ってますよね。ウェイトリフティングとかで使いますね。実はウェイトっていうのは名詞で重さとなり、 T を取ったら動詞の重さがあるとなるんですね。ウェイ、重さがある、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。デコレート、装飾する。これも知ってたよシリーズですよね。デコレーションって言いますよね。例えばデコレーションケーキっていうのは、スポンジケーキの上にクリームとか果物とかを乗せて飾ったケーキのことですよね。デコレート、装飾する、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。レジデント、住人。これは一瞬で脳にこびりつける方法があります。この単語知ってますよね。はい、そうです。プレジデント、大統領から P を取ったら住人になりますよね。プレジデントから P を取ったら住人です。レジデント、住人、はい、覚えた。最後の単語はこちらです。シフト、変える。これも知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。シフトです。シフトってのはアルバイトのシフトとかって言いますよね。アルバイトのシフト表っていうのは、人の入れ替わりを表した表のことですよね。シフト、変える。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。
はい、お疲れ様でした。今日覚えた単語はこの10個です。動画を止めて覚えてるかどうか確認してみてください。いやー、脳にこびりついちゃってますね。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。